こんにちはブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です11月3日日曜日のライブ告知をさせていただきます毎週日曜日の23時から23時半までの30分間フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります今週もロシア・ウクライナ情勢をメインにお届けしますこの動画では今週ここまでの集落解放情報をお伝えします右の地図の1の場所にあるクルグリアコフカ6の場所にあるセリドボ・ビシュニョボエ。 7の場所にあるゴルニャク・クラホフカ、8の場所にあるシャフチョルスコエ、ヤスナヤポリアナ、ボゴヤブレンカの解放が報告されています。順にお伝えしていきます。1. クピャンスク方面、クルグリアコフカの解放がロシア国防省より発表されました。高圧線の鉄塔にはためくロシア国旗の映像が公開されています。ついに完全にロシア軍はオスコル川へ到達し、 拠点になる集落まで獲得しました。南北に走る川沿いの補給路を断たれたことで、ウクライナ部隊は補給が困難になります。ロシア軍がここからどの方向へ展開するか注目されますが、今週は川沿いに南への支配地拡大が顕著でした。次に6ポクロフスク方面、注目を集めたセリドボ および西側に隣接するビシュニョブへの解放が発表されましたかつてはポクロフスクからアウジェフカへ物資や人員を輸送するための物流ハブとしてウクライナ軍にとり重要な役割を担いましたアウジェフカ陥落以降もポクロフスクとクラホボを結ぶ防衛ライン上の強固な要塞であり続けました 攻撃にあたりロシア軍はノウハウの蓄積によりスキルを上げている包囲作戦で都市を包み込みました結果として紫外線は最小限に抑えられたようです。大きな集落であるにもかかわらず都市の建物がかなり無傷のまま解放されている点は注目に値します。今後は逆ににロシア軍にとり、 オクロフスク攻めの重要な物流ハブとしての機能を果たすとみられますそして7クラホボ方面ゴルニャクの解放が発表されました先週のライブ告知動画でウクライナ軍第120旅団第210代隊のエピソードをご紹介しました司令部から処刑の脅迫を受けていたものの包囲網を脱出 オリニャクへ戻れとの命令を受けたが、精神的・肉体的疲労を理由に拒否しました。今後は脱走兵としての処分が待っています。集落及び周辺地区の3カ所の重要地点に、ロシア軍第114自動車化ライフル旅団が旗を掲げる映像をハラノ X にアップしています。また、ハラブログにそれらが 何の建物でどこにあるかを記したリバールの地図と記事を掲載していますさらに実はこの動画の原稿を書き上げ朗読しようとしていたところへクラフフカ解放のニュースが飛び込んできました兵士が屋根の上で旗を掲げている建物及び集落の建物が概ね無傷であることからウクライナ軍は戦わず撤退したとみられます 最後に最もダイナミックに動いている8ウグレダール方面チャフチョルスコへおよび北に隣接するヤスナヤポリアナそしてボゴヤブレンカの解放が発表されています図の中央下にあるノボウクラインカも解放されたという情報がありますが確認映像を待っている状態です予想を超えるスピードで局面は動いており ウクライナ軍は粘りが効かない状況に見えます。そして非常に注目されているのがヤスナやポリアナの北側です。図でご覧の通りロズリフまで集落がありませんロシア軍が前進した場合あまり抵抗を受けずにそこまで到達してしまう可能性がありますこれが何を意味するか右の図で一目瞭然ですが プラおよびその周辺のかなり広い一帯の包囲網が短期間でほぼ完成してしまう危険があります正確な数は不明ですが相当数のウクライナ兵が駐留しており大惨事となることが懸念されますもっともフラホボ自体がさほど長く持つのかすら定かではありません すでにロシア軍の装甲車部隊が東側から集落に突入していることが映像で確認されており戦闘が開始されていますライブの際にその時点での最新情報をお伝えする予定ですそれでは11月3日23時から23時半 y o u t u b e ライブにてお待ちしていますご視聴ありがとうございました See you.